やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。おもろいね、君たちは本当に。じゃあ、じゃんじゃん行きましょうか。あ、レシート多いっすよ、基本的に。今回のお題はですね、配信者に伝えたいこと、ジャンル問わず、怒っていること、感謝していること、などなどという感じで募集しましたところ、感謝、怒り、五分五分ぐらいできたんで。はじめまして、お題に配信者に言いたいことがある人、募集への投稿です。私は配信者、ユージーさんへ言いたいことがあります。過去私が妊娠しましたが、経過で順調ではなく、体調の不調やマタニティブルーが重なり、寝込んだり塞ぎ込むことが多かったです。そんな時にたまたま見始めたのが、ユージーさんのロル WCS や MSI の実況配信でした。好きなチームはいるものの、ロルの知識も浅く、他のチームにも詳しくない人間ですが、ユージーさんは F ワードを連呼しながらゲーム内容や、選手について丁寧に実況解説してくれて、とても分かりやすかったです。体は辛いものの、ユージーさんの実況を楽しみに不調を乗り越え、最終的には無事に元気なことも出産することができました。その後、慣れない育児に追われて疲労困憊の毎日でしたが、合間を見てユージーさんの実況配信動画を見て元気をもらいました。現在もユージーさんは LCK を中心に実況配信をされていますが、家事、育児、仕事に追われて疲労困憊の毎日なので、なかなか配信見ることは難しいですが、合間を見て YouTube の動画を配信しています。この場を介してユージーさんにお礼を言いたいです。ユージーさんのおかげで大変な時期を乗り越えられたし、ロル観戦の楽しさを知りました。感謝もしきれないほどで助けられました。ありがとうございました。ちなみにお腹の中にいる時からユージーさんの実況を聞いてロル英才教育をしてしまったせいか、我が子は子供向け番組よりもユージーさんの配信や動画を流した方が食いつきがいいです。将来ロルプレイヤーにならないでほしいですが、もしプレイしたいと言われたらユージーさんのロル講座を見せようと思います。まあ幸せなのか不幸せなのか捉え方は人によりますが、ジャパニーズコリアユージーさんへこんなお便りありました。ランクを全然回さずに現環境で理解追いついてないのに、いつまでも NA マスターを吸ってるだけで、ウォッチパコーチングばかりしててとても面白いです。 YouTube にプレイ動画アップされるのを待っていますでは、まあお怒りの方もね、まあさっきも言った通りゴブゴブであるんで、こういう、まあ、辛辣というか刺してくるコメントだったりもたくさんありました。はい、スタさんのおかげでこの会話を知りました。いつも話に、楽しい配信ありがとうございます。これからも応援しています。PS、姉が、最近 TikTok の家にガチ恋しています。どうやらスタミンのことはあまり知らないようです。僕はこのまま黙っているでしょうか。いや、たどり着くんだよね。結局は。ほっといて大丈夫。ロカだからやっぱり。TikTok って上積みなんだよね。で、そこから YouTube ショートを知って、YouTube を知って、で、Twitch にたどり着くから勝手に。ロカされてくんだよ。どん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 。俺の配信を見てくれてる人たちってのは、まあ、ろ過されたそのすごい澄み渡ったセンチュリースープたちなんで、そのほっといていい、ろ過される。ジャス、ロルのオタクです。ジャスが配信のお休みをした際に、VTuber になるのが不安だ。あー、なるほどね。あ、その線確かにちょっと心配かもね。ジャスのお休みでその間に VTuber になるかもしれないっていう不安があったのか、ファンからすると不安だったんですが、お休み明けの後、初配信が北野さんみたいな髪型になっていたら許せません。なんでなんですか。いや、お前どうなっても切れてるじゃん。VTuber になっても切れてるし、別に実写でこう顔が出ても切れてんだからさ。本当にお前のジャスのこと好きなんかよ。個人で出すグッズの絵柄が全部微妙すぎるから、もっとかっこいいのにしてほしい。買いたくても絵柄が好きじゃなすぎるし、買うのをやめてしまう。これはね、いや、まあ消費者もあるよ。どことは言わないけど、なんか VTuber とかの文化祭 T シャツみたいなのを別に買うじゃん、君らは。だから売るんだよね、それでいいと思って。売れてしまうのが悪いから、こういうのって。いや、まずくない、これは。本当にそう。俺もいいものをめっちゃ売りたいから時間をかけてるとかあるんだけど、太陽の T シャツとカルビ系全般、プルルのフリースはガチで一級品だと思う。太陽の T シャツマジですごくない？デザイン、マジいいよな。おしゃれだよね。こういうのでなんかグッズって溢れてほしいなって思う。まあでも、まあ、需要があるから売り続けるっていうのは間違いとかじゃないけどね。ただこっちが欲しいっていうだけでさ、なんかそのデザイン性がいいっていうのが、そこはしょうがない。時代が変わるのを待つしかない。それかお前がデザイン性のいいグッズを売る人を好きになるかじゃない。
謝罪でも感謝でもないけど質問です。ツイッチや YouTube で4年以上活動しているのに生配信の視聴者が10人ぐらいの配信者の方はどういう精神でそんなにも配信が続けられているのですか。少ないと気が狂いませんか。私なら1ヶ月だけバズるか駆け入れて大手事務所に入るか、それが無理なら諦めると思います。 YouTuber ならその1ヶ月ぶっぱなし論が合ってるかもしれないけど、4年以上活動してる人の方がメンタリティでは合ってるね。その人を増やすっていう面だけで言うとね、1ヶ月だけバズるか賭けに出る方法って多分心の底から別に配信が好きなわけじゃないんだよね。だから1ヶ月やってバズったとしても多分継続できなくて終わっていっちゃう、思わないから。バズるっていう面だけで言うとね、その一番大前提に好きか嫌いかがあるよ。グラドルの配信者が多くなって息子が元気を取り戻しました。感謝してます。グラビアの配信者って誰だろう。イオリモエなんじゃない、今グラビア系配信者で言うとトップ。イオリさんマジですげえんだよな。多分めっちゃ忙しいのに帰ってきたから配信してんだよね。俺は絡んだことあるから、イオリさんのツイッターとかがペッて流れてきた時に配信してんなと思って、すげえなと思ってる。次スタミさんこんにちは。布団ちゃんの陰に隠れた公爵系配信者でおなじみのケンキさんの配信でこんなことを言っていました。最近知らん人からめっちゃ DM でコラボの誘い来るんだけど、舐められてんだけど、完全に配信はできないけど知らんやつ通話してる。毎回同じこと言ってる。朝とかにやった方がいい。タイトルもオーバーウォッチとかにした方がいい。誰も朝にやらん、夜にやってる。意味わかんないんだけど。意味わかんないのはこっちだよ。配信外でも他人に公爵足りてんのか。配信の公爵はつまらんだけだが、配信外の公爵は宗教勧誘に来るババアの説法ぐらい気持ち悪いぞ。お前が脱毛サロンの広告してても誰も疑問に思わなくなるぞ。あとオーバーウォッチやるとか、お前に人の心はあるのか。心をうさぼろにしないといけないようなアドバイスすんな。それだったらわざわざ通話してあげるなよ。他人に公爵足りるくらいならこのマシュマロに公爵足りてろ。ということで、元気すんの毎回来んだよ最近。ケンキをお題にしてサンドリ風に送ってくるリスナーがいるんだよな。見すぎだろケンキの配信。てか熱烈なファンボーイからのお便りでしたこの一番最初この入り面白すぎだろ。布団ちゃんの陰に隠れた公爵系配信者おなじみのケンキさんが配信でこんなこと言ってましたサンドリすぎる。いや結構いるわ。いやサンドリリスナー多いな俺の視聴者。これいるわ。スタンビに麦茶をほとんど飲まれたでおなじみのケンキさんの、今年の投稿した動画についてお知らせしたいことがあります。なんとケンキさんが1月1日から、7月5日に投稿した222件の動画のうち213件の動画のタイトルに爆笑とついてました。爆笑率は驚異の 96% でした。すごい。さすがケンキさん。いろいろなところに爆笑ポイントを見つけ出して小学生みたいに純真無垢な顔で笑うケンキさんを見ると私も何も考えずに、頭から空っぽになりますあんなにクリクリした目を持った30代はいないね。そのままでいてね。なんのなんかそのモチベーションがあったらこのデータを調べるきっかけになるの。スタンミを含め一部のストリーマーのサムネ全部一緒やんけ。そのせいでカルビの動画開いたらそっから沼にはまった。ありがとうだなあ。それあるよね。いや俺は YouTube めっちゃ任してるからあるんだけど、多分最適解なんだろうね。どう人の目につくかだからさ。あの赤と黄色の文字ボンボン顔ドーンが多分最終形態なんだろうな。うちのサムネもそうだ。こんにちは佐さん。僕は加藤純一さんに感謝しています。大学を出て仕事を始めなかなか慣れることができずにいましたが、辛い中で一番の楽しみがうんこちゃんの配信でした。どんな状況でもうんこちゃんの配信を見ている時だけは忘れることができました。あの人の求心力カリスマ性は見ているだけで気持ちが高まり、まさに日曜日の朝からヒーローを応援しているあの時の気持ちが蘇ってくるようでした。うんこちゃんの言葉の一つ、朝起きれたらスペシャル、起きれなかったら村田修という心をいつも心何これ、朝起きれたらスペシャル、起きれなかったら村田修っていう名言を残してるの。加藤さん名言だね。意味わからないけど、ありがとううんこちゃん。佐藤の配信ももちろん楽しみにしてるので今後もお体に気をつけて頑張ってください。仮想配信者にコメントでまた来るねって言ったら、またね待ってるって言われるけど、どうせ少ないし同情で言ってるだけだから嬉しそうに待ってるって言われると辛くなる。でもそれが楽しくて仮想配信者を周回するのがおもろい。性格で悪くてごめんそう。まあそのコメントでね救われてるから、別にお前の活動って総合的に見るとグッドだよ。別にこの活動はね配信者目線からするとそんな悪だとは思わない。
配信者ではないのですが、推しのインスタライブから聞こえる音が自分の家から聞こえる騒音と完全に一致していたので、推しが近所に住んでいると発明しました。配信者、配信するときはマジで音に気をつけろと言いたいです。よーし、引っ越すぞ。引っ越しちゃうの？まあこういう系あともう一個あったね。ちょっと待ってよ。はい、オタクとつながるならバレないようにしろ。口のゆるい女とつながるの全部バレてるぞ。ということで、いや俺は前から言ってるけど否定派ではないんだけど、リスクあると思うよ。何を選択するかじゃない。女の子って比較的自慢をするような人が多いから、男からすると自慢なんだけど、女の子からしたら自慢ではないというか、コミュニティを持っててそこで共有してるだけであって、自慢ではない。男からするとそれが自慢に見えちゃうから。めっちゃファンとつながってるなんて配信者あんまいねえと思うけどな。気概なくおっぱいを見せてくれる女性配信者の皆さんもいつもありがとうございます。イロイモエが最高の存在として、立花原は風が全然好みじゃないけどめっちゃ見ちゃう。やっぱおっぱいで偉大だわ。おかげさまで仕事頑張れてます。あの配信ってやっぱ需要あるんだな。立花原さん顔いいけどな。これはメッセージ性強いな。これは俺も思うよ。ボードか薬物はダメだ。違うよ、あいつはちょっと目力が強いだけだよ。ラリってるだけだよ目が。どういう神経でこういうマシュマロ送ろうと思うの。マシュマロのプロフィール写真見てメロキュンしちゃったにゃ。シュタンミチキメロチュ舌出してん10。綺麗な。河川さんにマジで感謝を伝えたいです。私は鬱でした。仕事のモチベがなくなり、在宅勤務中にドアノブを見て、ここで首を吊ったら気持ちそうだなと、それまではこのままでは本当に死ぬと思い休職しました。休職中本当にやることもなく、でも寝ることも深夜ダラダラと配信を垂れ流していました。そんな中で始まったのがストラスのシーズン2でした。河川さんはもともと見ていましたが、ストラスではアルスさん、ヨイチさん、おぼさん、ユウケイさんらと和気あいあいと過ごし、釣り堀トラップで爆笑を生んでました。眠れずダラダラと過ごすことしかできず、夜が来るのが嫌でしたが、夜が本当に楽しみになりました。ストラスは長時間配信でしかリアルタイで全て見切りました。その頃は、昼夜逆転でしかしっかり眠れるようになり健康になってきました。その後も仕事に復帰できメンタルを回復し、今では新しい部署を立ち上げてメンバーを志願してアサインされています。河川さんの配信がなければ本当にそのまま行っていたと思います。河川さんありがとうございます。というこういうね、心温まる感謝のメッセージを多数寄せられてきて、河川サンキューな。はい、次、配信者の稼いでないアピール、あれは何なんですか。大手の VTuber やストリーマーはほぼ世間一般的な人よりかは稼いでると思うのに、たまにそういうやり取りを見てるとモヤモヤしてきます。スタさん、ストリーマーや VTuber の人はどうしてこのような態度や素振りを見せるのでしょうか。どうしてもクソも、まあ例えばなんだけど、募金があったとするじゃない。募金の張り紙にさ、どんだけ苦労してるかとかさ、どういう生活をしてるかとかさ、写真が載せられてるでしょ。でその写真にさ、これが載ってたらさ、お金をあげようと思う。単純にその人を好きかどうかっていうフィルターがまずあると思うんだけど、じゃあお金をあげようってナチュラルになるか、お金を持ってるってアピールをした時に、でもこの人はお金をあげても喜ばないだろうな、じゃあお金をあげなくていいかってなっちゃうから、この人にお金をあげようかっていう時に段階が1個増えちゃう。もう死活ってマジで愚かだ。いや愚かではない、その人の幸せになってるから。すごく俺も推し活をしてみたいとすら思うぐらいに、推しっていう感情って素晴らしいもんだと思う。俺は人を推したことないから分かんないんだけど、人を推してる人ってマジで幸せそうなんだよね。まあ単純にする必要ないからね。これはまずさっき言った通り、この人にお金をあげようっていう時に思考の階段が増えちゃうから。はい、アラフォーシングルマザーです。1ヶ月前4年付き合っていた彼氏に振られてしまい、人生で味わったことない喪失感と絶望感で1週間で4キロ痩せ、何もないのに涙が出てくる状態となり、身も心もボロボロになってしまいました。子供がいなければ何もかも終わらせていたと確信しているほどです。それが逆に終わらせたいのに終わらせられない状況となり、さらに辛くなってしまう、瞬間もたくさんありました。何かしていないと彼との幸せだった時期を思い出してしまうので、絶えず動画や配信をつけるようになりました。そんなさなか私を送られたのが天木プルルさんです。あの南国の鳥のような笑い声を聞いていると自然と涙が引っ込んで、つられて笑顔になりました。頑張り屋さんの彼女の CL カップでの活躍に励まされ、アパレル店員配信では声を上げて笑えるくらい情緒が回復しました。
ただただ楽しく面白くブルーさんらしく、配信をしているだけで、こんなにも救われている人間がいることを知ってほしいです。ブルーさんだけではなく、どの配信の視聴者にも、そんな 人たちがきっといるはずです。ブルーさんにもサさんにも感謝を伝えたので送らせていただきました。これからもよろしくお願いいたします。黒人さんが布団ちゃんと再婚したいです。いろんな配信にもね、人を救ってる事実があるという、心温まるメッセージでございました。怒っていること、スタミジャパンという配信者がリアルの活動に精を出してくれて嬉しかったが、それは、ソロ級と並行しているのが前提だったため、完全に離れた現時点では怒りの感情が強め、1週間に5試合ぐらい試合数でいいから毒素を摂取してほしい。苦手なこと、この人ごめんなさい。メインで見たい配信者が苦手な声質、話し方、態度の配信者とコラボしまくる時期、 GTA とかラストとか CR カップとか、特に男性配信者の、空振ってる大学生乗りとか、女性配信者の作りまくった声が生理的に無理、ただ配信を全く見なくなるので時間ができて、それはそれであり、変なセリフを使い回してる期間、やろやろやろやとか、おもろいやんおもろいやんとか毎回言ってた人がいて、その時はフォロー外してしばらく見なかった。いやお前ちょっとうがったというか、なんかちょっとお前がねじ曲がっていいだろ別に。一つのタイトルを集中的にやらずに、いろいろなタイトルを触り、期間かけて、これなんだっけ、次何するんだっけってなって、この 何の時間って なってるのを見るとき、俺もこれなるけどね。俺アークとかも触るたびに忘れるわ操作。トレーダーがお気に入りしてなのか、わざとらしい行動を何回もする、感謝ウケんな。コンテンツを創作 し続けて、提供してくれることには本当に感謝、配信を続けてくれてありがとう、これからもよろしくお願いします。唐突すぎだろこの感謝こんだけなんか刺しといて人のこと、サイコパスだろ。一生アマースしかしないのやめれる、いろんなゲームをして楽しんでやってたあの頃のを紹介して特定できちゃいそう。アマースはでも人を来やすいだろうからな。こんにちは、中3女子です。中3女子がマシュマロ送ってくんだ俺に。私は去年いじめられた時、若干人間不信になっていましたが、その友達の中の一人が23時のクロノアが好きで少し興味を持ちました。そして当時はトーピークリスマス2022が流行は流行っていて、元の音源を見てみると黄色いのが踊っていて、それが初めての VTuber を見た時でした。そして友達が好きなクロノアも、VTuber なので何か関連があるのではないかと見てみると、クズハという人に出会い、そこから配信者を見るようになったりしました。推しに出会わせてくれた友達、そこに関連づけてくれたピーナッツくんには感謝しかありません。そしていじまれて少し心に傷がありましたが、クズハさんの配信、そしてそこから視野が広がり、たくさんの配信者さんたちにとても助かりました。クズハさん、23時のライバーさん、多くの配信者さんには本当に感謝しています。今年は受験で勉強に追われていますが、息抜きをしたい時などに切り抜きを見たりして助かっています。これからも活動頑張ってください。中3の女子からでした。これメッセージ性というか、最近の配信者はアンチに過剰反応をしている、私は常に思う、視聴者に対し黙ってブロックをしてなどという割に、自分は我慢できなくなるとすぐ声を荒げるのはなぜなのかと。何これ、すでに注意喚起を行うのは何も悪いと思わないが、ただ煽るような行為やファンを味方につけアンチをなぶる行為を取る配信者を何なのだと、それをはったから見ていて気持ちいいものではないと思う人間がいるのを理解してほしい。まあ、そんな人最近いる？あんまいなくない？このようなことが起きた際、ファンとして見ていて触れないでほしいとコメントしづらいというのも分かってほしい。なるほどね。なぜならこういう配信者に限り、自治民を嫌い、自分の行いに対してマイナスな意見を言う人間を断固として認めず、悪者扱いするからである。私はそれでファンを一人なくしていることに対してどう思うのかと考えることがあるが、有名ではあればあるほどそういうやつらいらないから消え去れと答える。私はとても悲しい。ファン一人一人にもっと目を向けてほしい。そのアンチに反応することで得られるのは一時的なストレス発散だということに気づいてほしい。どうかどうかその言葉の暴力を無言ブロックに変えてほしい。不快感の共有をしないでくれ。以上、最近配信者はアンチに過剰反応しているでした。まあ分かる、そうなんだ。そう、最近そんなことして、そういうことをするやつって少なくなってきてると思ったけどね。まあでもなんだろうね、これ難しいね。配信者、俺は配信者目線も分かるからさ、でも視聴者目線の気持ちも今分かった。
まあなんか単純に言うと聞いちゃったことをコメントとかにネタなしに反応しちゃうってことでしょ。嫌なら見なきゃいいのにっていうのはでもちょっと難しいかもな。見てて好きになってきた後にそういうところがあるんだっていう感情だろうから、一発目の配信でそういうところが出てくれたら離れられるけど、ちょっと好きなところができた後にジャストミートのコメント拾っちゃってなんか耐えてるところを見たら、うわなんか好きだったのになんかこの人器ちっちゃってなるかもしれないね。なんか俺ができることってそのアンチコメントとかに耐えちゃう人へのアドバイスというか、こうした方がいいよっていう俺からの意見なんだけど、そういうところを見しちゃうとアンチって湧くんだよね。残念だけどこれね、アンチを避けてるようでね、アンチを製造してるんだよね。例えば俺にアンチというかマイナスなコメントとかマイナスな意見とかが少ないのって俺に言っても無駄だと思ってるんだよね。俺って好き勝手に行動してたり奔放に生きてるっていうイメージってめっちゃついてて、でそういう人に対してお前何々何々何々だよって言ってるのってスルーされるの分かってるし、この時間って何なんだろうってアンチ側も思う行動なんだよね。でもアンチなコメントをもし打ったとして聞いてしまったとするでしょ。そうしたらアンチな活動する行動に意味ができるんだよね。その配信で焚いてもうネタなしに俺はこういうコメント嫌いだからお前どっか立ちろやって言ったら配信のコメントは綺麗なのだけど、世の中って今その人の悪口をかけるところってたくさんあるんだよね。アンチ数を増やすのは耐えちゃうことだ本当になんかアンチの活動とかされたくなかったり聞くコメントとかをされたくないんだったら本当に聞いてないふりをすべきだね。でもそういう人の中になんで私はこんなこと言われないといけないの、私は言い返すからねっていう人いるんだけど、それがアンチを増やすんだよ。だから言わない方がいい。須田さんも高ないようにしてるの。いや俺はさすがにその高校生の時とかは心に来るものとかあったけど、負を浴び続けるとさすがに人間って慣れていっちゃうっていうか、変わっていっちゃうから、人って変わってしまったんだよね。ロル配信とかによって壊れたと言っていいのかコーティングされたと言っていいのかちょっとはどっちなのか分かんないけど、今俺の配信ってすごい綺麗になった方だと思うんだけど、最近俺のことを見てくれた視聴者が俺の 4,5 年前のロルの配信見ると多分ゲボ吐いちゃう、びっくりするよ本当に。ワンプレイミスあったらハとか死ねとか DM でお前このチャンプ使ったら次本当に殺すからなみたいなのが前配信俺は来てたから、マジマジ厳しいとかじゃないよ。 TikTok は逆にいいも悪いもクリーン化しすぎてちょっとみんな怯えてる。 TikTok の配信は特殊だよね。多分日本の男配信者の中で一番特殊なんじゃないかな。彼の意思はねもう固まってるしね、一貫してるんだよね。世間でいう悪を排除するっていう方向性じゃない、 TikTok の中の悪を排除する。だからコメントでタルコフしてるんだよね。コメントをこうやってさ、なんか好き嫌いをこう選別してさ、あの倉庫整理してんの。王国、そうだね。そのコメント配信、あいつが一番なんかその配信は王国論というか、それが体現できてるというか。まあ、でもさっき言ったように、雷神も配信って多分言うタイプじゃん。雷神の配信って多分すごい綺麗なんだよね。でも、世の中の潜在アンチで言うと、多分雷神多いと思う。雷神が確かに当てはまるかも。我慢してください戦いたくないんだったら。コメントしてるやつなんか視聴者の数パーセントしかいないんだから、まあそのアンチのコメントをするっていう点で置いてるでしょ。まあそれに気づけるかどうかだね、全ては。アンチの対応ばっかりしてるとね、本当に好きな人が離れていっちゃうからね。好きな人に向けて配信をしているだけでいいんだけどね。